ベストアニメ1つ教えてください。ベストアニメ。進撃の巨人進撃。進撃。<laughs> <進撃笑> hey guys, how are you? I'm Takashi from Japan. So today I'm going to interview Japanese people.What anime is the best of all time?At the end of the video, I'm gonna tell my best anime of all time.Okay, let's get started. 今までで一番いいアニメを教えてください。個人的に好きなのはジョジョになっちゃうんですけど、みんなに見てもらいたいアニメは。 ドラえもんとかですかね結構いいアニメじゃないかなって思います。今見てるアニメは鬼滅の刃見てます。いいっすかいいっすね。あれは結構あのアニメも結構いいアニメかなって思います。なるほど。ほどベストのアニメ1つ教えてください。はえっと、「ハンターハンター」が好きですね。楽しいです。見てて。<laughs> 一番のアニメは何ですか ススクールデイズスクーールルデデイイズズ <laughs> ごめんなさい、ちょっと、えっ、ー、と、理由はなんかね、ちょっとやっぱ日本のアニメって言うと、ナルト、えー、ワンピースとか、うん、まあベタなアニメばっかり知られてるんですけど、うん、なんかもっともっとディープで、まだまだ知られてないアニメ、世の中にたくさんあるんで、僕は日本でも有名なあの、シリアスなアニメ、スクールデイズをおすすめします。はい、なるほど、シュタインズゲートって知ってます知ら,ない知らないですかちょっと難しいんですけど。面白い,面白い なんで多分あのアニメ興味ない外国人からするとなんかアニメって子供も向けみたいなイメージあると思うんですけどシュ,シュタインズゲートは結構ちょっと複雑でめちゃくちゃエキサイティングな内容なんですよねそのタイムスリップとか関係しててなんでそうですねアニメ興味ない大人の人でも楽しめるんじゃないかなとじゃあ僕にとってはそれはいいアニメかもしれないですベストアニメ一つ教えてくださいベストアニメ進撃の巨人進撃進撃, <laughs> 進撃ちょっとグロさはあるんですけど平和を なんかちゃんと伝えようとしてる四週くらい見ててあの長さを <laughs> そす,ごいすごいっしょ <laughs> すごいんだよ<あ> <laughs> じゃあ他の新しいアニメを見るよりもう一回進撃の巨人見たいっていうあでも新しいのもまあ今呪術回戦も見てるし、まあ、新しいのも見つつなんかそれが一段落したら あまた見てみるかみたいななるほど <laughs> なるほどなるほどドラゴンボール <laughs> ドラゴンボール意外わかんないよ漫画 <laughs> 魔人ブーが可愛い,い <laughs> <laughs> 今までで一番ベストなアニメ一つだけ教えてくださいワンピースワンピース <laughs> えなんかえまあ物語すごい長いんですけど今も続いてるしでも内容がすごい面白いしなんかいろいろなんか伏線があるらしくってなんか私もあんまり さらっと見てただけなんでそんなに深く深掘りで知ってなかったんですけどすっごいいろんな人がいろんな考察をしててこういう場面は実はこういうことだったんじゃないかみたいなそういうなんか面白さ、えー、ベストのアニメ一一つつだだけ教えてください宇宙兄弟ですかね<ー>唯一見たのがそれでやっぱり NASA に入るためにどうやって自分が頑張って成功させるかどうやって入るか。 そこの気持ちやっぱ幼い頃に見ることによって自分のなんか成長につながったなと思いました一番教えてくださいアトリ自分も宇宙兄弟好きですけどでも最近見たのはやっぱキングラムが好きですやっぱその、まあ、主人公は別にその,その才能を持ってるわけじゃないけどでも自分の努力で強くなってでそれがまあいつかは他の人を支えるっていう大きいことを成し遂げてるっていうところにすごい自分は感動しました今までで一番のアニメを教えてください サザエさんです。サザエさん。毎週同じ時間帯にやっていて、昔からずっと続いているので、安心感がすごくあるところです。昔の日本をこうずっと変えずに来ている部分と。少しこう現代に寄せている部分があるので、その。細やかな部分が面白いなと思います。今までで一番ベストなアニメ、一つだけ教えてください。ハイキュー。ハイキュー。ハラハラして。もう。 自分もなんかその場で応援してるかのような感覚となんかやっぱり自分たちができなかったその青春はちゃんと見れる「鬼滅の刃」とか一番かな結構見てるんですけどいろんな一番何か家族愛とか普通にな泣けるので泣きました時藤無一郎が好きですっごい見てましたなるほど何回も繰り返して見てますああ 何回も見今までで一番ベストなアニメ一つだけ教えてくださいああドラゴンボールでドラゴンボール悟空が好きだからかい好いき <laughs> はい、はい、なんかポジティブでかっこいい、うん、かっこいいワンピースワンピースまあなんか仲間思いなところを見れるアニメなんでそういうところが好きですね、うん、一番ベストなアニメを一つ一つだけ一人ずつ教えてください東京グール,東京グールいやまず絵が綺麗なんですよ主人公が意外と負けちゃったりして何が起きるか分からん なんか他かの漫画とはまたちょっと違うようななるほどフェアリーテイルフェアリーテ,テイルは小学校の時に一番最初に自分から見たアニメがフェアリーテイル、うん、でそこから愛着があってで何回か見返すにつれてもう泣けるシーンとかが毎回増えていくのでそれが大好きですねなるほどベストのアニメ1つありますかコナンコナンコナン 前から見てたアニメと唯一見てたアニメとかでもありますし映画とかも結構見てたのでコナンですなんか親世代からコナン、お母さんとかもコナンが好きなので一緒に見たりしてました一番ベストなアニメを教えてください「ワンピース」ですねあの世の中に混在するさまざまな問題をこう表してるまあ普通に見るばすごい楽しいし面白いんですけどやっぱ 何回も繰り返して見ていくうちにあこういう問題と結構似てるなとかすごい伝わってきます一番ベストのアニメは何ですか東京グールです結構なんかデスゲーム系とか戦う系のアニメが好きなのでその中でもキャラクターもすごいかっこいいし結構泣けるシーンもあったりとか他で結構好きです私あ,、まあ、あんまりアニメ見ないんですけど小さい頃よく「クレヨンしんちゃん」見てました あと漫画が好きでよく買ってました。すごく面白くて好きです。えクレヨンしんちゃん映画はどうですか？映画とかアニメとか漫画とかいろんなタイプのあれがどれが一番好きですか？やっぱ映画がやっぱなんか違う感じ。いつも面白い感じとは違う感じで泣けるのが多いのですごくスッキリします。泣くとスッキリする。ドラえもんが一番好きです。<laughs> どこでもドは欲しい。ああなるほど,るほど確かに。 Before we continue interviews, this video is sponsored by Tokyo Tree and Sakurako. Sakurako is a subscription service where you receive a monthly box filled with traditional, authentic, and additional Japanese snacks. Sakurako helps in partnering with local Japanese snack makers to continue to share Japanese culture and traditions that have been passed down for over 100 years. This month's theme is Wonder of Saitama, collaborating with Saitama City to bring you a special limited edition snacks box. And Sakurako also has Japanese. Table every month, I got Wasaka crane chopsticks. This is sweet potato Danish. The buttery notes of the pastry made flawlessly with the gentle sweetness of the sweet potato. This is Daruma sesame senbei. It's baked to perfection and seasoned with authentic soy sauce. I personally like this simplicity. Tokyo Treat is packed with latest seasonal sweets. In contrast to sakurako, which represents the traditional Japanese culture, you can feel a modern life in Japan with Tokyo Treat. This month's theme is month. Fuji snack adventure. It's the most iconic landmark of Japan. You can enjoy snacks that are famous around Mount Fuji. This is Mount Fuji green tea cake. Shizuoka Prefecture, which is right next to the mountain, is home to the best green tea in the world. This is Wasabi Potato Chips. It's just like a wasabi famously grown near Mount Fuji. And each snack is explained so that you can see where it's produced. And you can also check allergy information. This will give you more places to go when you come to Japan. So if you like to experience how ハビングクオリティジャパニーズラグランユーホーム。クリックたリンクインディスクリプションブルー。ベストアニメ教えてください。そうですね。幽幽白書ですかね。幽白書っていうのはえっと鴻巣義弘っていう今ハンターハンターのあの執筆をやってる漫画家が書いた漫画なんですけど、なんか敵キャラクターがすごい魅力的で、なんか例えばあのクラマっていうキャラクターがいるんですけど、敵なのになんか人間に対する優しさとかすごい持っててキャラクターは僕めっちゃ好きでしたね。 一番ベストなアニメ一人ずつ教えてください。コナンが好きです。どうして。うん。どのシリーズ見ても面白いし、うん、なんていうか推理できるのが楽しい。いい呪術廻戦。あ、やっぱ日本ならではで、海外の人からしたら。なんか。こう。やっぱニーズ感じが。そうでも、綺麗。綺麗だし。 やっぱワンピースかな。やっぱ一番だと思います。鬼滅。鬼滅。うん。鬼滅。鬼滅。人におすすめできるベストアニメ教えてください。配給ですね。どうして。いや、なんか私もスポーツずっとやってて、なんかあの熱い感じが。もう止まんないですね。ワンピース。日本人みんな見てる。っすもんね。ベストなアニメは何ですか。 あワンピースですね。もうワンピース小学幼稚園の多分6歳、7歳ぐらいからずっと見てるアニメで多分自分の人生のバイブルと言ってもいいぐらいなアニメですね。ワンピースから何か学んだことってありますか <laughs> <laughs> すごい、I think it's a little cheesy about、like、how friendship is important in your life。やっぱ仲間がいると一緒に乗り換えるものがいっぱいあるんだなっていうのは感じて、でそれはあの実際にボストン留学した時にも。 その言語の壁がある中で、友達と一緒に助け合いながら、もう向こうにいると、その友達がいわゆる家族みたいな感じになるんで。それが非常に大事だったなっていうふうに思ってます。うん、ベスト、一番ベストのアニメ、一つ。ドラえもん。ドラえもん。ドラえもん、幼少期からずっと金曜日に見てます。<laughs> はい、あ、じゃ、あもうなんか自分の生活の中の一部みたいな。<laughs> そうです。もう見てないけど。<の>ワンピース。ワンピース、ワンピース、見てる。家族でハマって、初回から。 全部見た今までで一番ベストのアニメを教えてください銀魂銀魂。めっちゃしょうもないギャグ漫画に見えてすごいなんか美の彼ったというか,なんかためになることとか意外と言ってたりするところですなるほどワンピース,ピース面白い面白い <laughs> なるほど見た中で一番のアニメを一人ずつ教えてください「ワンピース、はい、ヒーローアカデミア」ナルト「なると」はい サッカーの漫画の中で一番は。なんですか。あわしとかじゃないですか。あわし。はい。一番面白いです。めっちゃ面白いです。エンジェルボイスっていうのがあるんですよ。エンジェルボイス。めちゃくちゃ面白いです。す一番決めました。稲妻イレブン。<ー> <laughs> 一番ベスト、ベストのアニメ、教えてください。推しの子です。推しの子。はい。推しの子しか見たことないからです。<laughs> ワンピースです。すお兄ちゃんが好きで。見てました。ベストのアニメを一つだけ教えてください。 ブルーロックです。イケメンがたくさんいるから面白いです。えー、<laughs> アキラ。世界観とか。まあ、普通に絵とか色とか、全部デザインが格好いいんで、日本の。中では、すごいトップレベルのアニメだと思ってます。o ッケー、thank you for watching so far。how was it?。that was interesting。what's your。 Most favorite anime of all time. What do you think is the best anime of all time? Let me know in the comments. My best anime of all time is Slam Dunk. Slam Dunk is the best of all time. If you haven't watched, you are missing out. I highly, highly recommend you to watch. I'm also planning to interview Japanese people. What anime is overrated? What anime is underrated? So when I upload it, please check it out. Okay, anyway, thank you for watching. If you like this video, click the like button. Please subscribe to my channel. If you have any question you want me to ask people in Japan, please leave the comment too. See you next time.